手相、老後のお金が盤石な人の手相5選、ボリューム2。老後にきちんと蓄えを残せるか。先が不透明な現代にあって、お金の心配は尽きないものです。今回は老後のお金が盤石な人に出る手相を前回に引き続き5つほど紹介していきます。前回分をまだご覧いただいていないという方はコメント欄に固定しておきますので、ぜひこちらもご覧ください。それでは早速ご覧いただきましょう。1、三重頭脳線。明確な頭脳線が図のように二重あるいは三重となる人は多彩な才能に恵まれる人です。複数の分野において才能を買われ引っ張りだこ。現役時代は非常に多忙になりますが、その分しっかりと稼げます。老後にも十分な蓄えが残るでしょう。なお頭脳線が複数ある人は全体の 10% ほどだと考えられており、特段珍しいというほどではありませんが、30以上となるとかなりレアな手相だと言えます。一説にはキング・オブ・ポップとして知られ、ダンスや歌、振付師などあらゆるジャンルで一流だったマイケル・ジャクソンには明確な三重頭脳線があったとも言います。 2. 末広がり、複数の太陽線。これは人生の晩年においてお金持ちになるという方に出る典型的な手相の一つです。老後は複数の収入源に恵まれるほか、ある程度まとまった収入があり心配いらないでしょう。ちなみに薬指下の縦線、太陽線はその方の日々の努力、そして周囲の信頼を積み重ねて人望がついてくれば、今現在は出ていなくても十分今後現れる可能性のある手相です。実際に50代になってから太陽線が複数出てきた、しかも図のように末広がりの形になっているという方もたくさんいらっしゃいます。 3. 両手離れ型。離れ型とは頭脳線と生命線の視点が離れているというもので、その持ち主の特徴は自分独自の世界観を持ち、さらに大胆な行動力をも持ち合わせていることです。両手にどちらも離れ型が出ているという場合はよりその傾向が強まります。平成生まれの若者が社会の多数派になっていく時代、正論や一般的な世界観、学歴や社歴、資格よりも今後大切になっていくのは自分独自の世界観であり、自分自身を看板にしていくことです。これからの時代に合っているあなたは経済的にも十分な成功を収めやすいでしょう。集団行動や押し付けられた価値観が苦手なあなたこそ次の時代のスター候補生なのです。4. 企業線。資本主義の仕組み上、ビジネスを持っている側が従業員よりもお金持ちになりやすいことは自明です。手首のあたりから小指に向かって伸びる線をとりわけ企業線と呼びますが、この線の持ち主には詳細があり、今の段階では起業や独立など露とも考えていなくとも、人生の流れの中でなんだかんだのうちにそういう運びとなっていくことも多いでしょう。それがきちんと晩年に残るかはまた別問題ですが、他人より大きなお金を稼ぎやすいのは確かでしょう。 5. 横走りの頭脳線。図のように頭脳線が手を横断するような形で横走りになっているタイプの手相です。この手相の持ち主は頭脳明晰で、数字やロジックに非常に強い傾向にあります。それは商売において大きな武器となり、商売の才能も群を抜いています。これまでに紹介した企業線や太陽線など他のお金にまつわる吉相も合わせてあると、一般の人では稼げないようなお金を自らのビジネスで老後までに稼ぎ出すことでしょう。いかがでしたでしょうか。今回も老後のお金が盤石な人の手相を5つ紹介してきました。今はまだ手相にこうした吉相がなかったとしても、日々の心がけによってどんどん手相は変化していくものです。ぜひぜひ前向きに捉えて毎日を過ごしていきましょう。もしよかったらぜひチャンネル登録や高評価ボタンもお願いいたします。